皆さんこんにちは、皆さんこんばんは、手作り石鹸サボンデシエスタの月柴彩子です。今サボンデシエスタではもうすぐね父の日ということもあって6月27日までメンズフェアという企画を開催しています。シエスタってお客様はほとんど女性の方が多いんですけど、中には男性のユーザーの方がいらっしゃったり、ご夫婦とかあとパートナーの方と一緒に使ってくださったり、あとはね年頃の男の子をお持ちのお母さんのために、息子さんのためにねスキンケアアイテムを探しに来てくださったり、男性のねユーザーの方もいらっしゃるんです。で今回は父の日をきっかけにこう男性のねスキンケアをちょっとご提案をさせていただきたいなと思ってメンズフェアを企画させていただいています。で今日はそのね企画の一つとして、私 の、 夫でもあり、あとサボンデシエスタのね代表でもある月柴ひろゆきと3日間連続で今晩8時から明日明後日の8時まで3夜連続で男性のねスキンケアとか、あと主人もねすごいシエストのアイテムを愛用しているので、どんな風に使っているかとか、そういうことをお話しするインスタライブを開催させていただきたいと思います。ぜひね3日間皆さんお付き合いください。じゃあそれではちょっと登場してもらいたいと思います。はい、こんばんは。どうも皆さんこんばんは。はい、じゃあ自己紹介を改めて、はい、はい、初めましての方もいらっしゃるかと思いますので、サボンデシエスタの代表しております月柴と申します。月柴彩子の、はい、夫なので、時々ブログを書かせていただくときに夫って書いてですね、書かせていただいたりしておりますけれども、実際こうやって生で動いてるのを見るのもしかしたら初めての人もいるかもしれませんがこんな人です。はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、で今日ねインスタライブなので皆さんコメントとかねすごい気軽に入れていただけるので、今もねこんばんはとかコメントねくださってる皆さんもいらっしゃるんですが、ぜひねなんか男性のスキンケアでねこんなこと知りたいとか、こんな風に男性におすすめしたら使ってもらいやすいんじゃないかなとか、なんかこうわからないこととかあったらぜひね気軽にねコメントの方入れていただけたらと思います。じゃあ早速ね月柴さん始めましょう。はい、はい、で月柴さんシエスタのねで、石鹸のブランドじゃないですか。でシエスタのアイテムをいろいろ使ってると思うんですけど、普段ねどんな風なものを使ってますか？はい、私はですね、もうかなり使ってますね。はいはい、まず石鹸、必ず使っておりますし、石鹸も基本的に全アイテム使ったことがあります。でそして、化粧水必ず使います。すごい愛用してますよね、これね。必ず使って、であとはですねこのモリンガオイルは、もう欠かせないですね。必ず使います。そして、UV ミルク、新しく発売してますが、これも必ず使いますね。その他にもリップクリーム使ったり、あとシュクレ、シュガースクラブなんですけれども、これは多分女性とちょっと違う使い方だと思いますが、これも愛用してます。でシャンプー、リンス、それから、オーガニックコットンのタオル、その他にもいろいろですね、洋服とかね、靴とかバッグとかそういうものもね、シエスタで扱ってるんですが、そういうのも男性用があるとですね、大体買います。はい、シエスタ石鹸のスキンケアブランドなんですけれども、お店直営店ではね月に1回いろんな作家さんの企画展をさせていただいて、そこでね結構お洋服とかね、そういうのもね選んで、本当男性版シエスタみたいな感じで、すごい普段ね愛用してますね。はい、結構ねスタッフに、勧められてる、もう勧めるっていうか、もう売り込みが入ってますよね。月柴さんどうですか、似合いますよみたいな感じで、で僕はいや似合わないだろうと思って着ると、そういいのよ、自分でこれ似合ってないんじゃないかなと思うのも、いやすごい素敵ですよってみんなで言われるので、そうかなと思って、で実際ね着るとすごくいいんですよ。その自分では勝手に似合わないと思ってるんですけど、挑戦してで、どんどんこう
シエスタ男子になってますそうですね、はい、でね、ただなんかお洋服とかもそうなんですけど、最初ね石鹸を私が本当に作り始めた本当に初期の初期、まだシエスタも始める前でなんですけど、その時は結構私が勧めても使わなかったですよね、うん、使ってます。まだあの結婚もしてない時ですね、うんうんうん、あの学生時代彼女が、うん、まあ、当時大学、まあ、4年生大学院かな、うん、大学院に入ったかな、うんうん、まあ、その時にあの熱心に作ってですね、うん、まあ、使って、で周りのお友達とか、まあ、家族とかにもプレゼント、教授の先生にもあげてたね、うん、で僕にもくれたんですけど、うん、僕使わなかったですよね、うん、その時は、うんうん、なんで、なんで使わなかった？そうね、うん、まあなんかあんまりこう、うん、興味がなかったというか、うんうんうん、そのスキンケアっていうのものに対して、うんまあ、全く興味がないし、うん、まあ、実際こう男性用ではないのでね、うん、と思っていたので、思ってたんだよね、うんうん、そうそう、だから、まあ、あのよくテレビで CM やってる男性用の化粧品とかを、うん、まあ、化粧品ってほどじゃないですけどね、あのちょっと使って、うん、まあ、十分満足しているつもりだったのでね、うんうんうん、だからまあ使わなかったですよね、うん、ただね、私から見ると結構肌がねなんか乾燥してるなとか結構気になるポイントがねそばで見てあったんですよ。なのですごい、あの一回使ってみたらいいよって言ってね進めてたんですよね、うんうん、で実際ね、ちょっとあの、まあ、一緒にこう仕事もするようになって、こういうスキンケアを結構興味を始めて、うん、色あ色ありますねあ、ブラッカーだったこれもね、はい、はい、うん、で実際ね、あの使い始めてみて正直どうでした？ですね、まあ、だからずっと使ってなかったので、うん、まあ、市販の男性用の洗顔フォームとか、ね、それからまあ、ヒゲを剃る時のね、うん、シェービングフォームとか、うん、こうアフターシェーブローションとかそういうのを使ってたんですけど、うん、まあ、うちの石鹸、まあ、創業するあたりですよね、うん、ちゃんと使ってみたんですよ、うん、そしたらねちょっとびっくりしましたそう、本当に、うん、今まで使っていたのと比べるとまず使い心地も全然違いますし、うん、なんかすごく気持ちよかったし、使った後の肌の調子がね、うん、本当にこう、まあ、短期間で、うん、あのすごい変わったのが分かったんですよね、うん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 、だからあのいやすごくいいなと思って、まあ、それでねこう創業したのもあるんですよ。 それでね良さを分かってくれて、もともとサボンデシエスタの前に別の会社をやっていて、その時はね大学発ベンチャーって言って、うん、あの私たち理系で化学の出身なんですけれども、その大学の研究を生かしたちょっと大学発ベンチャーをやっていて、うん、そうです、そう、その中の一部門が実はサボンデシエスタだったんですよ、うん、そうそう、うん、まあ、妻が趣味で始めたみたいな、あの、うん、まあ、スタッフもね結構いたりして、うん、博士研究員とかもいたりしてですね、うん、バリバリのこうサイエンスとか、うん、まあ、開発とかですね、うん、研究室も機能ありましたしね、うんうん、あのそういう大学の中でやってる研究を実用化にするような、うん、そういう会社の代表してたんですけれども、うん、ですからあの、まあ、化粧品に使ってる原料なんかもですね、こう裏見るとこれは何が、うんうん、入ってるのか、でこれはどういう性質で、人にどんな影響あるかとかですね、うん、まあ、それが分かるんですけど、うん、うちのものっていうのは本当にねオリーブ油とかヤシ油とか、うん、ラベンダーの花のエキスだとかね、こういうの入ってるんですよ、うん、でも市販の化粧品こう見ていただくとですね、いろんなこう難しい名前書いてますよね、うん、であれはですね、まあ、大体こう、まあ、化学的に合成しているものとか、まあ、工業的に生産されているもの多いんですけれども、うん、まあ、私たちはそれがですね、あのどういう性質でどう作って、まあ、何に使われているかとか分かっているので、これ肌に使うんだみたいなのも結構あって、逆に化粧品のことを気にし始めたら、うん、普通に売ってるやつちょっと買いにくいなと思ったんですよね、うん、今私より厳しいですよね、うん、こう市販のものとかを見ると、ね、あのいいものはこれはいいねってはっきり言いますし、うん、ちょっとあのあんまりこうね、ちょっと敏感肌の方におすすめじゃないなっていうものとかだと、うーんって言って、結構うちの会社では裏を見ても、裏というかね、この成分表記見てもすごく今は
まあ当たり前なんですけどね、うん、代表ですしね。なので今は結構スキンケアに気を使うようになって、実際に使うようになったら本当にさっきも肌がねこうよく男の人って結構こう乾燥してこう拭いてる人とかいるじゃないですか。で昔はそういうタイプだったのが本当にちゃんとスキンケアをするようになったらすごい肌が綺麗になって、で実際外にね行ってお客様とかにも会うじゃないですか、うん、そうするとすごい嬉しいこと言われるんですよね。そうそう、うん、まずね若く見られるっていうのは非常に嬉しいし、うんうん、あと、まあ、最近はねあんまりないんですけれども、うん、私も百貨店のイベントとかで、うん実際に売り場に立ってお客様にこう接客して販売してるってそういう時もあったんですよね、うん、でそうするとですね女性のお客様がいらっしゃってこう話してると、うん、アメリカの方なのねみたいな感じで、で、まあ、肌をねすごく間近ですごい見られてそうそうそう、うん、でいや綺麗なお肌してるねって言って、うん、いや僕もこれ使ってるんですよって言うとみんな買ってってくれるんですよ、うん、そこで、うん、であこういう風にして売れていくんだと思って、うん、というか嬉しかったよねそういう風に言ってもらって、うんうん、そうねまあ、うん、褒められるのも嬉しいし、うんまあ、売れたのが嬉しかったっていうのもあるんだけどね、うんうんうんで今回メンズフェアをこう企画した時もやっぱりこう自分が嬉しかったとか肌が綺麗になったとかやっぱその体験を伝えたいっていうのがあって、うん、今回メンズフェアを準備させていただいたんですけど、一番ねスキンケアで私も見ててこれが一番良かったと思ったのが、男性ってこうひげを剃る時に電気カミソリ使う人もいれば、こう手動のねカミソリ使う方もいらっしゃると思うんですけど、シェービングフォームをやめて、うん、石鹸をねこう泡立ててそれでひげを剃るようになったら劇的にね肌のこの辺りが変わりましたよね。すっごい変わりました。以前だとこうシェービングフォームってこう押すと泡になって出てくるんで楽だったので、うんうん、最後までずっと使ってたんですよそれは、うんうん、本当最後まで使ってましたね。最後まで使ってました、うんうん、他は変えられてもそこは変えられないみたいなね、うん、でもめんどくさいなと思ってこう泡立てるのがね、うん、でただやっぱりうちの製品だし、うん、変えた方がいいなと思って、うんまあ、基本的に今顔につけるものは自分とこの製品以外ほぼ使うことはないんですけれども、うん、だから石鹸も変えてですね、まあ、うちには石鹸いろんな種類たくさんあるのでまずこうあるものからやったんですよね、うん、で、やったらすごい良かったんですよ。もう今までと違う何でしょうねこう柔らかさというか優しさとかを感じて、うん、あやっぱりうちの製品いいなと思って、うん、で終わった後の肌の状態がねやっぱり違って、うんまあ、3日もすると本当に変わった、うんうんうんね、結構男性用 の, シェーピングフォームとか化粧品ってスーッとする清涼感ってやっぱ男の人好きじゃないですか、うん、なのでちょっとそういう成分が入っていたり、あとやっぱアルコールがね入っていることが多くて、うん、でそれが意外にね刺激になることが多くて、うん、やっぱりそういうものをやめてこうナチュラルなものに変えていった時にやっぱ肌が変わっていって面白いなって、うん、人の肌っていくつになっても変わるんだなってその時思いました。そうやっぱ毎日の積み重ねなんでね、そうですね、続けてるとこう違いがすごい出てくるんですよね、うんうん、ねで石鹸に変えた後も、うん、やっぱりこうまだ残ってたのでね、うん間違えて使っちゃった時あったんですよ。そうそうそう、こうシェービングフォームを、うん、朝ね、うん、前使ったやつをね、うんでうん、そしたらこうその時にねつけたもう肌に乗せた感じから、うん、もう非常にこう何ピリピリする、間違えたって思うよね。そういや今までこんなの使ったんだと思って、うんうん、で使い終わってから、まあ、途中でやめちゃったんだけども、うんうん、やっぱりね本当に違ったんですよ、うん、だからすぐに泡立ててこっち使い直したんですけど、うんうんうん、ともう間違えたっていうのが、うん、こう肌の表面で分かるぐらい、うん差があったんですよね、うんうん、だからやっぱりこれいいですよ、うん、うちの石鹸は、うんね、でまあ例えばひげを剃ったりとか洗顔をしたりっていう時に石鹸を使っていて、うん、でうちの石鹸ね、シエスタの石鹸、本当に定番の石鹸は6種類、はい、あと毎月のね限定で今だとねこのねミントの石鹸がねすごく大人気ですけど、うん、そんな中でつけしばさんがね、うん、一番ね好きな石鹸ってどれですか。一番好きなのね、こうさっきからつも何回見せてこのサッカミツ、これオンラインショップで売ってなかったんですよね、うん、その直営店限定のもの、うん、で実はね今回今月出てるこの
ミントの石鹸、うん、これもすごく好きなんです、うん、ただ、常に使えるわけではなくて、うん、でやっぱり男性はどっちかっていうと同じものを使い続けたい人多いと思うんですよね、うんうん、まあ、女性はこう変えたいっていうのもあるかもしれないけど、うん、でもずっと安定して使えるのでこれ、うん、で今回そのメンズフェアでオンライン販売するきっかけもですね、うん、これ私がものすごい好きだからなんです、はい、あの札幌でしか買えなかったのを、うん、まあ、オンラインショップで数量限定でねご用意させていただくことで、うん、まあ、全国のねお客様にお届けできるし、そうそう、シエスタのパッケージって結構ね可愛いんですよね、うん、もうちょっと作家蜜はあのちょっとねシンプルでクールな雰囲気にしているので、男性の方にプレゼントっていう風にしてもすごい使いやすいですね、うん、だからね結構男性ユーザー多いんですよ僕の周り、あの、うん、私の知り合いとか、それはまた明日詳しくね、はい、うん、男性ユーザーの声は、まあ、はい、だからあのこれは結構男性の人に好まれてですね、うんうん、あの愛用者非常に多いので、うん、まあ、メンズフェアだったら一番これいいかなということで、うんうん、今回販売してます ね、 そうですね、はい、で、そうですね、あとはねシエスタのお店に来るお客様で男性のお客様から人気なのは結構ねこのヤギのミルクの石鹸、あのこれは香りがついてなくて、であの敏感肌とか赤ちゃんの方も使いやすいようにねこれが作ってる石鹸なので、うん、男性の敏感肌の方とかにもすごく人気があってこれも人気ですよ、うんうん、そうですね、うん、ね、というわけで、まあ、今日はねあの主人 の、 あの実際にスキンケアにね気を使ってみたらこんなに肌が変わったっていうのをちょっとね今日はお話をさせていただいたんですけれども、うん、あの男性のね肌の特徴って女性に比べるとあのちょっと肌が厚いんですよ。で厚くて皮脂がすごい何倍も出やすいんですね。ただあの女性ってちゃんとスキンケアをするんだけど男性ってスキンケアがあの不足してる方がねやっぱデータとか見ると結構いらっしゃって、その結果乾燥するとかそういう方がいらっしゃるので、今回のね明日からのねライブで男性の方には、まあ、こういうスキンケアがおすすめとか、あと実際にね周りの男性の方にインタビューを今回したんですよね。そうですね、うん、で、うん、そのあの声とかをご紹介させていただいて、ぜひねあの皆さんのね周りにいらっしゃる方のなんかこう男性のスキンケアのねあの参考になるようなお話ができたらいいなって思っています。はい、はい、男性の肌で言うとですね、うん、あの実は女性よりも水分の蒸発量が2倍ぐらいですよね、うんうん、そう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 、すごい乾燥しやすくて、うん、で水分量は女性に比べると3分の1ぐらいなんですよ、うんうん、で皮脂がいっぱい出るっていうのはその乾燥をすごくしてるので、防ぎたくて皮脂が出るんですね、うん、男性でよく油っぽいこう、うん、見た目の方とかね、うん、その油がたくさん出ちゃうんだって気にされてる方多いんですけど、うん、だから、一生懸命こう洗顔フォームで油を落とすと、それが、ね、そう逆効果になってる、うんうん、きちっとこう保湿してあげるとその油も出ないです。皮脂もあまり出ず、うん、テカテカしなくて、うん、で非常に肌の状態良くなるので、うん、これはね男性多分知らないですよ、うん、ほとんど。そうですね、うんうん、なんかね最近のほら若い20代とかのね男の子とかは結構スキンケア気使う子もいるけど、うん、結構あの30代40代とかの男性だと知らない方もいらっしゃるので、ぜひね参考にねしてもらえたら嬉しいなと思います。はい、じゃあね、ちょっと今日はね、もう時間もね、15分の予定がね、そうなんです、もう、ね、もう話しているので、またね、明日、明後日とね、うん、あのゆっくりね、お話をね、させていただきたいなと思っています。明日ね、改めてね、紹介してもらったらと思います。はい、わかりました。はい、じゃあ、そしたら、ですね、6月最後ね、ちょっとメンズフェアのことね、ご紹介させていただきたいと思います。で、あの、6月の27日まで、サボンデシエストのオンラインショップとお店では、あの、今、メンズフェアという企画をしていて、あの、ホームページ見ると、メンズフェアっていうバナーがあるんですが、そこをクリックしていただくと、あの、対象商品が出てくるんですね。でそちらをご注文いただいた方の中から抽選でね、あのこれもね主人があのプレゼントアイテムを選んだんですけど、サボンデシエスタのねオリジナルのオーガニックコットンタオルを、プレゼントさせていただいています。で1位の方にはあの
タオルセットでバスタオル、フェイスタオル、あとウォッシュタオルって言って、ちょっと持ち運びもできるこれぐらいのねサイズのタオルなんですけど、それのねセットがプレゼントになったりとか、すごい豪華ですよね。これはあの本当に男性、うん、女性問わず使えますし、うん、男性ねこうタオルにもあんまり気使ってない人多いんですけど、何年も同じサーブ使ってたりとか、ね、オーガニックコットンのタオルはね、うん、本当に肌触りもいいし、うん、吸水性もいいし、うん、これ一回使うと他のものなかなか使えなくなりますので、うん、まあぜひね、うん、こうペアでというか、うん、男性女性問わずできたら一緒に使っていただきたいなというふうに思います、うんうん、であと今回あの主人もね一番好きって話をしていたこのサッカミツの石鹸、普段は札幌の直営店の限定販売なんですが、今回6月27日までオンラインショップでも、販売をさせていただいています。でこれがねすごい人気で、うん、人気で今そうあの完売になってしまったんですけども、最初ねちょっとご用意した分がもう完売になっちゃって、うん、今予約販売っていう形に切り替えて、今ご予約いただくと7月の中旬以降にお手元にお届けするっていうスケジュールになってるんですが、あのねこちらも販売の方させていただいてますので、ぜひね皆さんあのご覧になってください、うん、でちょっとねコメントもねスケシパさんたくさんいただいてるので、はい、ちょっとね振り返ってみたいと思います。あすごいたくさんたくさんの方がねちょっと待ってくださいね、たくさんの方がね今日見てくださっていて、主人が登場した時に隠れファンですっていうコメントありがとうございます。 あと旦那様と一緒に使ってくださっている方が石鹸とバスソルトとマスクスプレーをヘビロテしてるっていうコメントくださったりとか、あとあのお店に、ね、いらしてくださるお客様が私に会うより主人の確率の方が高いって、はい、あの時々ねめったにいないんですか、あの主人もフラッとねお店にいたりするので、うんうん、はいっていうコメントくださったり、あとこのモリンガオイルですね、はい、一度使ったら手放せないっていう、うん、これもね一緒にフィリピンにね行ってね、はい、あの現地を農園見て、ね、で僕の方がフィリピン、うん、あの行きましたけど、そうですね回数多い詳しいですよ。でもこれね本当にいいオイルです。これ僕も、うん、あの石鹸の原料オイルだからいろんなオイルを、うん、使ってで、まあ、その生産現場とかも知ってるんです、うん、これ、ね、一番いいですね、うん、ね、うん、でこのモリンガオイルをちょっとねご感想くださったりとか、あとシエスタの商品は本当に安心して使えるので、嬉しいですっていう、はい、コメントありがとうございます。あと男性のねちょっとスキンケアの話さっきさせていただいたんですが、それ知りませんでしたとか、あの石鹸の話とっても分かりやすいですって今日ね、お声いただいて皆さんありがとうございます、はい、ありがとうございます、ね、そしたらね、まだまだねちょっとね、話したいんですが、そしてやっぱモリンガオイル大好きですっていうのと、あとプレーン石鹸ね、使ってくださって、うん、はい、ありがとうございますね。そんな感じでちょっと今日はお話をさせていただいて、で、明日のライブですが、明日も、夜の8時から、2人でちょっとトークをしたいなと思うんですが、明日は何話しますか？明日はですね、はい、私も知らないの、今日、うん、今日ちょっとあの詳しく話せなかったので普段どう使ってるかっていうことと、はい、あと、まあ、私の身の回りですね、うん、まあ、スタッフの旦那さんとか、まあ、そういう方も含めて、うん、男性からの声、うん、あのどんな声があるかですよね、うん、あの使ってよかったっていう声、うん、ちょっとやっぱりね女性と違いますよね、そうですね、声がね、うん、ご感想がね、うん、はい、であの本当にね女性の方にお願いしたいんですけれども、うん、男性の方はですね本当にこう知識がないです。でしかも情報も本当にないんですよ、うん、もう自分の経験から言ってる、はい、そうなんです。私はまあ、うん、あのこの化粧品のメーカーの経営をしているし、うん、スタッフ全員女性でね、うん、でお客様も 99% 女性なんですよね、うん、そうすると普段から、まあ、もちろんこう企画もするし開発もするし、うん、販売もするし、だ化粧品にすごく触れてるわけですね。で情報に触れてるし、スタッフからもこういうふうに使ってるとかあれがいいとかあれは良くないとかもうすごい聞いてるので、それなので知識あるんですよ。ただ一般の方ね本当に男性は分からない、うんうん、だから女性に教えてほしいんですよね、うん、こうしたらいいよと、うん、そうなのみたいな感じに多分なる、うんうん、それでちょっと試すだけでやはりこう女性ほどこうきちっと手入れしてないケース、
あの製品をしっかり選んでないケースが多いので、うん、かなり変わるんですよ。目に見えて変わるんですよね、うん、本当に変わります、うん、僕の周りの男性もすごい変わってるから、うん、だからそれその変化をね一緒に楽しむっていう、うん、そういうあの男女のコミュニケーションが取れるといいんじゃないかなというふうに思っています、うん、はい、まあ、それが今回のね、うん、メンズフェアの一番の、うん、あの醍醐味というですねお伝えしたいことなので、うん、はい、ぜひ女性の皆さん、あの男性のために、これどうとか、うん、これこういうふうに使った方がいいよとかですね、うん、あるいはプレゼントしたりとか、うん、あのしていただきたいなというふうに思います、うん、はい、はい、今ちょっと最後にねご質問いただいたんですけど、石鹸泡立ててますかって。あ、はい、あの、うん、泡立てネットでちゃんとこう、うん、あの泡立てて、うん、でふわふわの泡を使っています、うんうん、やってますね、はい、うん、ね、じゃあそうしましたら明日も、夜の8時から、また2人でちょっとトークをしたいなと思うので、もしよかったら皆さん、聞いてください、今日も、夜の、ね、ライブねお付き合いくださってありがとうございます、はい、どうもありがとうございました。皆さん良い夜をお過ごしください。おやすみなさい、はい、おやすみなさい。